こんにちは。荒木和弘です。えー、忘れっぽい、昔から忘れっぽいんです、私ね。私、忘れっぽいんですけど、も年取ってきて、もうなおのことひどくなりました。まあ皆さんの中でも、あのーあえー、思い当たる節があるかもしれませんが、えー、まずともかくですね、あのー、すぐに直前のことを忘れる。 ねえー、隣の部屋に何かの用事で行って、で、部屋に行ってから、行ったことは何の用事でここへ来てたんだろうというふうに思い出すということがあります。それから、まあ、あの、本当にですね、これはあちこち失礼をしてると思うんですけども、あの、人の顔をですね、えー、思い出せない、えー。名前が出てこない。まあ、名前が出てこないのがまだいいんですけどね。あの、おそらく何度もお会いしてるのに顔がわかんなくて、えー、なんだあいつは失礼なやつだって思われてることが、おそらくかなり、 あるんじゃないかなと思います。えー、お詫びしてもしょうがないんですけど、この場をお借りして、えー、お詫びをしておきたいと思います。まあ、あの、もう、ラチのことだってですね、えー、昔から、あの、まあずっとこれや、まあもうこの四半世紀以上やってるわけで、えー、昔書いたもの、自分の書いたものだって覚えてないんですよ。でね、あの、時々、 え、なんかでこう、ネットやなんかで出てきて、意外といいこと言ってんじゃないかとかね。まあ、それぐらいのはいいんですけども、実は結構重要なことを忘れていたりしていることがある。これ本当にですね、あの、危険なことだと思います。ですからまあ、私はあの、できるだけ、 えー、もうともかく表に出せることはもうできるだけ出しちまおうというふうにしてます。調査会ニュースで、えーまあ、書いてですね、あの流しとけば、まあ、ともかくその残るわけですから。で、えー、そうすればですね、後から誰か調べようと思った人が見てくれる。えー、これ、あの、重要な情報だったとしても、 もう表出さなきゃもうそれで自分の頭の中で自分が忘れちゃえばそれでおしまいということは少なくないんではないだろうかと思います。まあどうしても外と出せないことってのは当然あるんですけども、でももう可能な限りはともかく外へ出していこうというふうに思っている次第です。まあなんかあの、お前こんなの忘れたんじゃないかとかいうようなことあったらですね、もう遠慮なく言っていただければと思います。でまあ私できるだけともかく忘れないようにするためにですね、まあこういうあのメモをいつも えー、ポケットにこう入れてます。これはあの、A4 の紙を4つに切るとですね、この大きさなんですけども、まあこれにともかくあの、やんなきゃいけないことを過剰書きにして、で、えー、いろんなあの、会議やなんかのメモも大体これで取ってですね、で、えー、後で直す。もうあの、直すのもめんどくさいんで、これをあの、そのままスキャンして、えー、もうそのまま記録で取っとくと。まあ今ありがたいもんでですね、あの、ともかくその、タイトルのところにキーワードだけ入れとけば、後であの検索税は出てきますからね。 だ手書きの汚いメモだって別に大丈夫は大丈夫、ねえー。まあ汚くて後で何書いてあるか分かんなくないでもうそれでおしまいなんですけども、ただ逆に言うとお、手書きのメモっていうのはそれなりに、あの、その時の状況をこう、表してるんでね、こうデジタルで記録したものよりもいい場合もある、うん、ということです。 えー、まあだから私できるだけ今改めてですね、そういうこうアナログ部分を広げようかなと思っています。今までずっとこうデジタルメインでやってきたし、まあこれからもそうせざるを得ないんですけども、もうちょっとアナログでですね、あの手で字書くことによって、えー、また違ったものが出てくんじゃないかなと思います。で、えー、タイトル忘れちゃっていつの間にか変なあの別の話になりましたが、まあともかく忘れるということは、これは あの、時には必要なことですよね。全部頭の中に入ってたら、もうこれ、あの、とてもやってられませんから。えー、忘れることも必要なんですけど、忘れることに対する対策をやっとくことが必要じゃないか、ということで。で、そのためには、あの、これ国もそうだと思うんですね。えー、忘れられないように、情報をできるだけ開示すると。特定思想者のことにしたって、これをほっぽらかしとけばですね、 もうみんないなくなってしまえば、その方が拉致をされていたとしても、もう国家として誰もわからないということになってしまいます。で、そうじゃなくて、もうともかく出せる情報ができるだけ出して、少しでもそのとっかかりを明らかにしておくということは、まあ、まず第一のことじゃないだろうかなというふうに思います。 ま、いずれにしても、もう、これから先、記憶力良くなることはありませんので、忘れても大丈夫なようにしていきたいと思いますので、もし、何か忘れてたら遠慮なく、あの、文句言ってください。今日もありがとうございました。